ビル増刊号、本日司会を務めさせていただきます山城ガール睦美です。よろしくお願いします。なぜ本日私が司会をやらせていただいているかと言いますと、実はこの度、月刊ウィルの人気グラビア日本の城をまとめた、著書金星城郭見尽くし取り尽くしという本が販売となりました。そしてその著者であります戸川純さんをゲストに迎えまして、今日は、この本のお話楽しくさせていただきたいと思っております。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。で先生、さてこれなんですけれども、オールカラーの175条のですねリストアップがされているという本でですね、なんかそれだけでももう手に取りたいなというような本なんですけれども、その辺含めていかがでございましょうか。なんか本って自分が買って楽しみたいというか、そういうような本ってなかなか作れなかったんですけども、今回は結構自分の企画通りの本ということで、それで一番最初はまあとにかく、まずこの175っていう数字、まあ一つの定義において明治維新に存在した城、で陣屋とかを除くとか、あとまあ幕藩体制において城として認められた本城っていうのがまあ175じゃないかということでリストアップして、じゃあそれどれだけ自分が言ってるのか言ってないのかとか、そういうことを、まず自分の興味から読者に提示していくっていうことが、結構自分の中では面白かったかなと思っています。そうですね。もう私もお城好きで全国いろいろ回る中で、まあお城ってもう、中世城郭含めると3万も4万もと言われる中でですね、金星城郭が175なんだっていうのを初めて知ったんですね。なのでその点でも金星城郭のこの全てのリストアップっていうのはものすごくこう意味のある興味深いところかなとは思って、ちょっと手に取らせていただきました。まあ具体的に言っちゃうと、例えばご出身の松坂、はい、どのくらいまでいらっしゃってましたっけ？私は本当に生まれた時だけなんですけれども、ただ母が松坂出身だったので、夏休みとかで田舎っていうともう絶対に松坂に行ってですね、石垣に登って下の武家屋敷のエリアでですね遊んでましたので、やっぱり金星城郭で一番触れた最初が本当松坂城だったんですね。まあそういう思い出のあるところですけど、あそこ結構その定義的には難しくて、入れないっていう考え方もあって、要はその、あそこで紀州藩の飛び地っぽいところなんですよね。そこだから一旦廃城になってなんか戻ったみたいな、そんな複雑な歴史的な経緯がありながら、結構御三家のお城、例えば犬山城とか現存天守なんですけども、あそこって鳴瀬家って大名なのかどうかっていうのがちょっと不思議なところですよね。確かにそういう定義で細かく考えちゃうとね、さてというとこなんですけれども、それでもあれだけの石垣特に犬山に関しますけど ね現存天守がありながら金星城郭じゃないとも言えないから、そうするとなんかいろいろと定義が難しいけど、まあとにかく175をリストアップして、もう冒頭のところで。で、読者の方にも、読者の方で175言ってる方はまずいない。それこそ城郭研究者でもちょっと抜けてるところはあるのかなとは思いながら、やっぱり最初の段階でこの本取っていただいて、175丸ってつけていって、やっぱりどれくらい抜けてました？私は実はですね、中世城郭好きなんですね。なので金星城郭はなかなか最初の頃回ってなかったんですけど、でもこの先生の読んでました、まあ、3分の2ぐらいは行ってるなと思いまして、それくらいかなと。で今後はこの本を手にですね全部潰していこうかなと思ってますので、すごく役立つような本にもなるよね。だからなんか、あと旅行行ってるっていうか日本全国旅してると、ちょっとした自慢ですけど、国鉄全部乗って、JR 全部乗って、私鉄全部乗っちゃって、でこの前琉球ユイレールが3キロぐらい伸びてたんですよ。そうするとそれのために沖縄まで那覇空港まで行って帰ってくるみたいな、まああとまあ競馬場全部行ってたり、あと日本全国の銭湯行ったりとか、なんかそういうことをし始めるとキリがない人で、でもお城って全部行けないじゃないですか。
なんかたまに全部行ったの、それは嘘だってことになりますけども、確かに結局お城ってお城だけじゃなくて、その先生言ってたみたいな鉄道ですとか温泉ですとか、あとは現地の日本酒を飲もうとかね、いろんな趣味とくっつきますので。そうですね、まあそういう中で全国の城は難しいけど、近世像閣に限っちゃえば175だから全部行けるのかなみたいな、そんなのを楽しんでもらいたいなというのが。そうですね、で、ね、先生も楽しんでもらいたいという今言葉をおっしゃってましたけど、パラパラ見てますと結構あの当時の江戸時代の絵図ですとか、あとはここを曲がってこれが見えるよとかですね、本当に現地でこれを見たらですね、城巡りがぐっと楽しくなるようないろんなポイントもありまして、まさにこれを片手に現地に行ってですね、楽しむっていうのがよりできるのかなとは思っておりました。面白いなと思ったのが桜の名城っていうコーナーもあってで、あと雪のあの雪景の名城っていうコーナーもあって、でなんかこうビジュアルでですね、まあお城別に興味ない人も楽しめるような写真があって、でかと思えば熊本城のあの復興の過程を追うというような復興レポートみたいなページもあってですね、これから言うと本当に初心者の方もずっとの昔からの城ファンもですね、いろんな面から楽しめるなと。特にあの熊本の復興に関してはこう1年目の熊本城とか5年目の熊本城ということで写真をつけてくださってるじゃないですか。私はあの地震の後実は熊本城まだ行ってないんですけれども、これ見て本当に早く行きたいなと思いましたし、だから本当にいろんなものが詰まってる感じで、きっと先生の思い描いてた本なんだろうなと思いながら見ておりました。あら、まあこの前首里城も見てきたんですけども、首里城の場合もすごい短く羽田昼の便に行って次の日の最終便には帰るという強行というか、うん、まあそれでも首里城は見てこれたんですけども、首里城にしろその熊本城にしろ、前だとなんかそういうところ見ちゃいけないっていうか、そういうところ行くのは不謹慎だみたいなところがあったんですけども、その点ほらあの姫路城がずっと直してたじゃないですか、直してる途中もその過程を見れる、名古屋城もその御殿を建設している過程を見る、それと同じように復興しているところに行くことが支援になるみたいな考え方が根付いてきて、そうすると首里城なんかもちょうど春休みだったから、とっても若い世代も増えてというより、若い世代中心で、まあ今までずっとお城を支えてきた50代以上の世代もいるけれどもっていう、そういうところで観光っていうもの全体に対して、まあちょっとやっぱり現代的な話になると、いわゆるインバウンドができなくなった現状においては、まあもともとの国内の人たちが見るという流れもありつつ、まあこのこういう流れをもっとという祈りも込めながら、それでやっぱり首里城とか熊本城とかそういうメジャーな城だけじゃなくて、非常に地元密着的なところにだって近世城郭はあるんだよというところですね。首里城は本当にね、全国の人がニュースを見て相当ショッキングだったと思いますので。そうですね、それから最近では本当にこう文化財がだんだん観光コンテンツにもなり得るというところで、まあ、だから城好きがさらにそれをこう地域に還元できるようにですね、城を使っていくっていうのもすごく大事なのかなと。それとあと先生さっきおっしゃいましたけど、身近にある近世城郭っていうことで、この多分175を見た人がうちの近くのあれってそうなのっていうようなお城もきっと入ってると思うので、まあ、そういうとこ含めてもですね、なんか身近にあるもの、あとはメジャーな有名なもの含めて、まあ、楽しんでいければいいのかなという気はしますね。まあ、ずっと歴史雑誌の編集者やってたりすると、その地元の自治体なんかもだいぶ変わってきている。その辺、むつみさんなんかは結構そういうところに食い込んで、そういうところ、まあ、言ってみると観光の目玉的な、もう一元さんいらっしゃいじゃなくて、観光全体、観光というか、もう地域おこしというか、そういうのって何度も来てくれることによって、その、まあ、永続的に発展し、そうやってお金を回すことによっ
して史跡もちゃんと生かされて、うん、その経済が回っていってという流れがどんどんついていってるのかな。ね、前までは多分姫路城とか有名なお城はいいですけど普通のその辺にある土の城とか石の城とかメジャーじゃないお城ってお金を生むと誰も思ってなかったところがだんだんお金を生めるようになってきて、でそこで観光客を、ね、呼び込ん で近くでご飯を食べてもらうとかでも全然大きなことだと思うので、まあ、そういった流れ含めてですね、どんどん城界が盛り上がってもらえれば中世も近世も全部盛り上がってもらえるとね、もっともっと楽しいなと思いますね。先生、この本実は私も登場させていただいているんですけれども、はい、であの近世城郭をですね語るというページに載せていただきましたが、私その中で先生がリストアップしていたあの九州の佐伯城まだ行ってなくてですね、ぜひ見どころどんなところにあるかお聞きしたいなと思うんですけれども。いや、実は言うと私も佐伯はなかなか行けないっていうか、やっぱりお城って行きやすい城と、うん、で近くの延岡とか山陽行ってるんだけど、はい、どうも佐伯はその日雨が降ってたりとか行こうかなと思ってたら、うん、なかなか行けなかったんですけども、もう行くって決めてようやく行けたんですけども、うん、はい、まあ森氏という戦国時代でなんかこううまく生き残って、それで大名になって城を作ったというその家が作ったんですけど、やっぱり石垣がすごいどこもやっぱり、うん、石垣が見どころなんですけども、あそこは特に、うん、まあ下の方に現存の櫓門が残ってて、はい、まあ大体そこで帰っちゃう人が多いんですけども、うん、そこから、うん、山道必死に登っていくと上に石垣がボーッとあるという、うん、苦労して登れば感動するとい う、ね、よくあるよくやるやつですねやっぱりお城ってちょっと苦労してこう上がっていって、そうですね、うん、あの本当に汗かいて息切らして登った先に石垣がドーンとあるとき一番感動しますよね本当に、そう、まあで結構普通コーナーって三輪になってるじゃないですか、こう、はい、それがコーナーが丸いっていう、なんかすごい作り物後でなんか積み替えたぐらいな感じで、結構独特な積み方っていうか、いね、ちょっと早いうちに行ってまいりますで結構車使うこと多いですか？いや、あの近場はなるべく歩くことにしていて、うん、車使うとなんか距離感とか例えば市場との距離とか歩いて感じたいタイプなので使わないんですけど、でもやっぱり九州まで行ったらレンタカーになっちゃうんですよね。そうですね、あとあのこの本も載せていただいたんですけれども、あの伊豆市と有子山が私好きなのが、まあ、伊豆市城というと近世城郭で、裏にある有子山はその中世からのということで、下と上でこう近世と中世が楽しめるお城かなと思うんですけど、でその有子山もやっぱり大変な山を登って登っていったらドーンと石垣があったんですね。私の中で有子山は結構忘れられないお城なんですけど、ね、うん、なんかあの写真見ると夏行ったっぽくて、うん、あ夏でした、まあ、夏でした本当に一人で熱中症になりかけました。なりかけるし、その季節行ったら結構マムシとか そうです、ね、そっち系と、あと虫系と、そうなんです、もう最近は行かないんですけど、うん、前は時間なくて夏休みに行ってたので今考えれば反省してます40代ぐらいまではそれできるんですけどね、50代になるともう絶対嫌だっていうでも本当にね、登るの結構大変なとこあるのでね、なかなか体力と相談しながら今後も楽しみたいなと思っております。では最後に戸川先生にですね、初めてちょっとお城に興味持った人とか、これから行ってみたいなと思ってる方にですね、おすすめのお城を教えていただければと思います。まあやっぱりその現存十二天守っていうのがあって、まあ十二、あるわけで、はい、まあそれをとにかく全部回ってるうちに分かってくると。でそこの十二天守だったらそのまあ、観光的にもしっかりしてるんで、駅から歩いていってそこのお城ぐるっと回る、うん、まあ回るにしてもちゃんと案内板とか全部しっかりあるから、うん、まあわかるでしょうっていう感じと、まああと大阪城とか名古屋城とかその辺のお城をまあ見ていきつつ、この本に書いてあるようなマイナーな城もめでぐっていくっていうのがいいのかなと。それとあとお城好きってまた歴史好き
のお友達を探しましょうっていうことで、まあ周りに、今までは隠してた人っていいんですよね。あんまりそういうことあれですと変な人だって。だから鉄道ファンとか競馬ファンとかいろいろ、まあオタクとか、そういうマニアとか、それがまあ表に出せるような時代になってきて、で、まあ可能であれば、お城好きを見つける。そうですね。まずは本当に、現存十二天守とか近くにあるメジャーなお城から入っていただいて、歴史城好きの仲間を増やして、行った時に温泉入ったり美味しいご飯を食べたりしながら皆さんにも楽しんでいただきたいという感じですかね、はいはい、ということで、この金星城郭三つくし取りつくしはですね、全国の書店で絶賛発売中でございます。で、概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひご購入の方お願いします。で、発売日は実は4月6日だったんですねまさに城の日という日にですね、発売開始になっておりますので、ぜひですね、皆さんお買い求めください。ということで、戸川先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。